どうも皆さんお元気ですか、宮野真守です。さあということで、宮野真守のロードトゥーリビングね、 YouTube 企画、皆さん楽しんでいただけているようで何よりでございます。 YouTube を始めるときに皆さんへご挨拶したと思うんですよ。この YouTube の中で一体僕はどういう挨拶でこの動画を始めていけばいいのか、皆さんに募集しました。そしたらいろんな挨拶をね、皆さん考えてくれましたね。紹介しつつ決められたら決めたいななんて思うんですけども、例えばこう、マモ版はっていうね、もうどっかで聞いたことあるってやつですね、はい、僕使ってるやつですよ。僕のラジオでおはマモ版はコンビネーションですね、はい、あとはどうもマモちゃんだよってちょっとしたマイナーチェンジがありますねヤッホーマモちゃんだよっていうね、旅気分を味わえるっていうね、あ、これもいいですね。ごきげんようそんな高貴なものじゃないんですけどねもっとウィットに富んだ感じで始めたいのに、ごきげんようあとこれいいですね。おーはやっほー、これダメですキングさんとこれですね、ヤッホーのようにマモーってなりますちょっと恥ずかしいですハローのイントネーションでマモーっていうのがありますもう何のことか分かんないですよね。ただ自分の名前言ってるみたいな、マモーミヤホーっていう新しいそのミヤの方を取るっていう、あとこれもいいですね、皆さんパインパインパイン、ミヤのマモーです、はい、キャッカですロードトゥーリビング、この辺多かったらしいですね。モールミヤノロードトゥーリビングサポーテッドバイキングレコード始まったぜみたいなライブっぽく、じゃあやってみます。どんな感じ。モールミヤノロードトゥーリビング始まったぜ、これ毎回やるんですかこれYouTube の冒頭の前に、あの登録者数減るんじゃないかなってロードトゥーリビング、マージックかかるみたいにミヤノって、これはちょっと謎ですね。これはこれでどう YouTube を始めればいいんでしょうかあとこれはマモヨーマモチワマモバンワちょっと言いにくい早く仕事みたいな、これもいいんじゃないですか。マモースミヤノマモです。さあ今回の企画は、これみんな言いやすいね。マモースって言ったらマモースって返すみたいな、マモースいやもうテンション低いな、スタッフ全然盛り上がってないじゃん。ちょ違うのが良かったかな。ミヤッホー、ミヤッホー、あこっちの方がちょっとテンションロードトゥーリビング皆さんせーのマモチャっていうね、かっこポーズ付きっていう指定してきてるわけですよなんかポーズの指定があったの。マモこっちを M にしてんの、むずむずくね皆さんせーのマモちゃん、これ M かな、とんだ妖怪ロードトゥーリビング、グッドリビング、宮野守です。どうもマモチューブです。あ、いいかもしれない、シンプルでね。みんなマモチューブの時間だよ。あ、いいね、体操のお兄さん風にね。あ、〇〇宮野守ですって、もう〇〇が指示になっちゃったから自分で考えろみたいな感じなんだろう、なんだろうな、言えるとしたらなんだろう。どうも宮野守ですになっちゃうから、なっちゃうからみんなに頼んでるんでしょ。コーレスっぽくロードトゥーあ、そう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 、あ、分かる分かる。あ、次候補として最後ですね、グッドマモーニング&イブニングもうイブニングはもう普通っていう何もロードトゥーリビング、あー、いろいろありましたけども、どれ良かったですか。松井どれ良かった。ヤッホー。ヤッホー。そんな低い声で言う。ヤッホー。もっと楽しく言うんだよ。ミヤッホー。大野は。マモちゃんのポーズが頭から離れない。マモちゃん。これ見る人減るって。どうも皆さん、マモちゃん、これはでもいいかもしんない、ちょっといいかもしんないね、唐突に来ると笑うね。どうも皆さん、マモちゃん、どうも皆さん
あどうしようか、ミヤホーとマモちゃんでいく。ミヤホー、どうも皆さん、マモちゃん。これちょっと一回これやってみるんで、もしなんか宮野の心が折れてたら次からはどうもに変わってると思います、はい、皆さんまた意見ください。そしたらね、僕は結構マモースが良かった、おいーすみたいなね、マモース、じゃあそれにしろよ。俺がそれが良かったっつってんだから。チャンネル登録ボイスも、皆さんに、募集していたと思うんですけども、で確か挨拶動画の時に締めの言葉も俺迷ってたから、なんか送ってくれたみたいだね、みんな締めの言葉も。見てくれてありがとなとかね、本日の宴は楽しんでいただけましたか、エブリタイムエブリナイト、ミヤノボンブレでした。でも長いなみんな。こんな締めの言葉があるんだ。それではまたお会いしましょう、バイバイって。チャンネル登録ボイス、これ言えない、チャンネル登録ボイス、低音ボイスでチャンネル登録しろよな。あーいいじゃないですか、こういうのだよこういうの。チャンネル登録よろしくお願いします。みんなで光殺法へ。チャンネル登録しないとお仕置きしちゃうぞ。あーいいですね。あーこれいいね、登録ボタンそっと触れてください。あーこれいいじゃないですか、これボイスだけで撮ったりしましょうよ。あとステイチューンってのはなんでだよ。ステイチューンしちゃダメだよ。チャンネル登録よろしくねにメロディーをつけて。もうなんでそうやって無茶ぶりをするわけ。チャンネル登録よろしくね、ママちゃん。これを実際にこれは、撮影したりとか録音したりとかして、使っていきたいと思います。さあたくさん皆さん、意見いただきありがとうございました。ぜひね、今後もこうやって皆さんの意見をもとにマモチューブ、YouTube ロードトゥーリビング盛り上げていきたいなというふうに思っております。それではまたお会いしましょう、バイバイ。これ一番汎用性が高い。グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。